CGS オーガの皆様、こんにちは。神谷聡平です。本日もメカローコの日本の歴史のおなぎさんともにお送りしていきたいと思います。おなぎさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 関東大震災、それから昭和恐慌ということで、はい、まあもう危機管理危機管理みたいな話になりましたけれども、今日は災難事件というものについてお送りしていきたいということですね。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。あまあ今フリップが出てますけども、はい、これ災難事件の当時の写真なんですね。はい、ちょっと白黒で分かりにくいですね。あ,うん、あの400名ぐらいがまあ、まあ、怪我したり、はいえー、しまして。 で亡くなったのは12名ですねそのうちの何名かのご遺体が、まあ、転がっているというお写真なんですけれども、うん、あのちょっと整理するために、えー、次のフリップをご覧いただきたいんですが、はい、あのこれまでの流れをですねちょっと今、はい、もうちょっとおさらいだけしたいんです。と、はい、いうのはまず第一次世界大戦が起こりました、はい、これが1914年。はい でえー、その後にシベリア出兵がおおあの行われました、はい、米騒動がありましたこれは第一次世界大戦の終結したのが1918年、はい、まあここで重なってるわけですね。で1919年にパリで講和会議が行われて、はい、日本は人種平等を世界に向けて堂々と、えー、発信するということをすごいことをやった、はい、まだだから強気だったわけですね。はい、で強気 ていたんですが、その一方で翌年には二項事件が起こる。はい、これは、うん、あのシベリアの共産、はい、パレスチナによる襲撃事件ですね、うんで。そういうことが起こる。で、そういうことが起こりながら、もうほとんどそのなま何もしない政府というのがあって、はいうん、で一方において景気がもうどんどんこう悪くなってくるという事態があって、はい、で本当に景気が底を打って日も差しも行かなくなったところに関東大震災が起こる。はい で関東大震災が起こると要するにその工場とかその商売やってる人たちってみんなもお店自体が商品もみんな燃えち,ちゃってるわけですから、はい、もうとにかくその経済の立て直しっていうのが大変な問題になってくる。 震災手形,が手形って言われまして要するにあの震災時で払うお金がないから、はい、とりあえず手形発行しといてっていうふうなことが行われるんですけれども、はい、こういうふうなものでとにかく一時しのぎを連発しながら、うん、なんとか関東大震災を乗り越えようとして、はい、努力をしていた、うん、でそのさな、えー、もにここまで来ち,、えー、ちゃったらもうどうしようもないから普通選挙法を成立させて民衆の意見を 政治に反映させるにしなかったらダメだっていう話になってきた。うんはい、そこまでは農業系は良かったんだけども、それがうまくいかないで、うんはい、で、えー、あの昭和金融恐慌が,が起こる。はい、で、政権交代が起こる。うん、で、なんとか昭和金融恐慌を乗り切る。はい、で、ちょっとその下にはあの1929年のブラックマンデーってあるでしょ。はい、ブラックマンデーと昭和金融恐慌ってよくあの ごちゃになることがあるんですけどうん、うん、これあの、ま、丸2年のブランクがあるんですね。はいはい、であのそのブランクの間に起きた事件が実は今日お話しする災難事件ということになります。はいはい、これ大陸で起こった事件なんですね災難死っていうところなんですけども山東省の付け根ぐらいにある町で起こった事件です。であの要はその 国内で景気が悪くなってで金融問題とかあるいは政治問題なんかでもうスった問題やっているその時に日本はそれ以前に既にもう大陸に日本人のビジネスマンとかが進出していますから、はい、あのこれ現代と全く同じなんです、うん、あの大陸で商売をする日本人がたくさんいたわけですその商売をする日本人たちを守るために今と違う1点だけ違うのは日本の軍人さんも向こうで あの日本人を守るために中屯してくれていた、はいうん、ということがあったんですがその中において起こった事件がこれなんです。でえっ、ー、と次のフリップにですねその災難市の場所を赤くちらりと出してあるんですけど見づらいですかね、はい、ちょうどサントラントの付け根のところに赤くなってるところこれが災難市ですね。はい、すで、えー、ここで登場する人物が次のフリップになります。うん、紹介石紹介石はい まあ、あのこの写真はね、はい、あの実にいい顔してますけどねねよ <laughs> よくく見見るる写写真ですか非常に人格の円満な素晴らしい人のように見えるんですが、うん、この方があのこの、えー、昭和3年この国民党軍の介石の指揮下にいる兵隊さんが突然ですね災難して満州日報」っていう新聞社があったんですが。はい この新聞社の販売店を突然襲撃するんです。はい、で、大陸における襲撃略奪っていうのは <laughs> とにかくそこらにそこらにあるものを全部持ってっちゃうんです、ね。はい、で、これは大変だということになって、えー、まあ普通でも大変なことになるんですけども、それをやってるのが国民党軍の兵隊さんだった。うん、日本ではあの兵隊さんがそんな略奪するなんて考えられないことなんですけども、はい、大陸においては兵隊さんと、えー、暴力団と。 えー、ボートってのはのは全く同じものなので、はい、要するに武器,をも武器を持ったらもう略奪を始めるということなんですね。うん、で日本人っていうのは武器持ってないから一番略奪しやすいということで略奪の対象になる。うん、で、えー、これは大変なことになったということで日本の警察官、はい、あが、あのーえー、駆けつけるんですけども、はい、今度はその多勢に無勢で、うん、警察官があけ暴行を受けてしまう、うん、ということになった。 そこで今度は警察から軍隊に連絡が入って日本の陸軍に、えー、応援を要請するで、えー、ぐあの日本の軍隊が来ると、えー、その国民党軍の連中はたちまちと、えー、逃走してしまうと。うんえー、でこれでやっと終わったかなと思ったら今度はあの。 その連中が国民党の兵舎に逃げていって、兵舎、うん、から今度は日本軍に対して銃撃を加える、はい、パンパンパンというようなですね。うん、これはまずい、銃撃されたんだったらもう応戦するしかないですから。はい、で、おでお、あの日本軍が軍の兵隊さんがその中国民党の兵舎から発砲してくるものに対して応戦をしていたら、今度は日本の陸軍が、はい、その国民党の兵舎のところに釘付けになってる間に、はい、こっち。 誰もいないいいななじゃででですすか、はい、こここ暴動が起こるらら <laughs> そうう事件だったんですね国民党軍の連中がですね市内あちこちであの乱射をする、うん、ダダダパン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 とも銃は撃ちまくるしね、うん、暴行はするし、はい、略奪はするし、うん、ということが起こる。はい、でそれを日本側が抑えようとするっていうこと,いうことは要するに国民党と戦争するような話になるわけでしょ。はい 国民党の兵隊さんんたちが言ってるんだから、うん、で戦争するわけにいかないから、はい、だからとにかく仲良くしようと、うん、もうやめようと言っていたらそしたらそこに紹介石が現れるんですそこに紹介席が現れたっていうことは国民党の総裁ですからね、はい、トップがいるトップ直々の軍,軍隊が、うん、の連中がそういう悪さを始めて、うん、で日本側の呼びかけによって紹介石が現れてくれた。うん 介石は何言ったか、はい、日本側がバリケードを組んでるから、うんね、だから彼らは警戒して、はい、で発砲したりするんだと、うん、だからあのバリケードそういうことを言ったそうですよね。えっ、はい、ですか,むいいですか向こうの連中が暴れるからバリケードを作ったね。はい、そしたら介石が何と言ったかというとバリケードがあるから暴れてるんだ <laughs> <laughs> だからバリケードを取ってくれ、はい、で日本人っていうのはとにかくあの輪を持ってたとしてもなして仲良くしたいと思いますので「<laughs> はい、で分かりました」と「うん、これがね分かりました」って言っちゃうんだよねでバリケードを撤去するわけです。うん、で撤去、はい、したら何が起こったとかこ,このバリケードを撤去してくれ撤去してくれという時に介石が何と言ったか「はいはい、で日本人の安全治安はもう国民党が保障します」と。はい 当時中国大陸において国民党っていうのは、うん、あの最も大きな政党であり、うん、最も大きな軍閥であり、うん、最もその、えー、強力な軍事軍隊組織でもあったんですね。はい、そこが日本人の皆さん方の安全はすべて我々が保証しますまで言うんです。そこまで言われたらね、まあバリケードと取,取りましょうかって思うじゃないですか。はい、ところがバリケードを取った瞬間に。 まさにに災難の街の中が修羅場になるんです、うん、で具体的にどういうことが起こったかといったらこの事件で被害に遭った男性は両手を縛られ地上を引きずられた上、はいえー、頭蓋粉砕要するに頭蓋粉砕小脳、はい、露出、はい、眼球突き出しで殺害されていたもの、はいえー、顔面を粉砕され両目を、えー、摘出して、はい 目,の代わり目玉の代わりに石を詰められて殺害された者、はい、頭および頭の皮を剥がれた上眼球摘出内臓露出、はい、陰茎切除して殺害されるなどおよそ人間のすることとは到底思えないような残酷さで12名が生惨な殺され方をし、はい、その他約400名が暴行強姦略奪によって重軽傷を負う被害を受けた。はい、で当時の外務省の公電にある公式文書です資格の,の枠で えー、腹部内臓を全部露,露出せるもの女性の陰部に割った木を差し込みたるもの、はいえー、顔面上部を切り落としたるもの右耳を切り落とされ左方より右後頭部に貫通層、えー、あり、はいえー、全身腐乱し折れるもの各一、陰茎を切り落とし、うん、うんと。 現場を目撃した東京駐在武官、はい、佐々木、えー、これ何ていうんですかね,一ですかねの駐車の式、はいえー、まああのこれはあのフリップをそのままちょっと表示しておいて頂い,いて、えー、ちょっとまあご関心のある方はお読みください、うん、とにかく本当になんでそこまで、はい、っていうことが起こったで次のフリップに行きますけれども。はいはい あのこれがです、ね、災難事件のの被害者の写真です、はい、あの B という一番大きな写真がありますけれども、うん、これがです、ね、災難事件の被害者となった24歳の日本人女性です。はい、なぜ日本人女性と言えるかというとあの持ち上げた足が足袋履いているんですね。はい で日本人のタビっていうのはあの親指のところだけこう、はい、え割れ目が入ってるじゃないですか。はいうん、でまあそのことを称してまあね半島の人が日本人は豚の足だっ,つって、はいうあ<ー>まあ悪口っ言われたりするんですが、タビ、はい、を履いていることによって日本人女性だってわかるんです。うん、でまあ棒差し込んでありますよね。はい、でこの写真は災難事件の時の写真です。はい、で。えー こ,これは日本人後ろに立っているのが日本人のお医者さんであって、はい、手前にあるのは日本人女性っていうのは明らかなんです、はいはい、ところがこの写真をそのまま使うと足袋を履いてるってことでバレてしまうということで、はい、イラストにして、はいでえー、現在の、えー、中教の歴史教科書にこれが掲載されています。はい 彼らが自分たちでこんなに悪いことをしたんだということが書いてあるのかと思ったら、うん、とんでもない話で、うんえー、自分たちは日本人によっててここういう日の日の日に会いいのました逆とが書いてある、ねえー、それからあのさらに731部隊これ全然災難事件とは全く関係ない、うん、もっとずっと後の時代の,あのいわゆる大東亜戦争の時代の話になるんですけども、はい、その731部隊の記念館というのがあって、うん、そこでは老人形にしてあった。はい この写真がですね、うん、で展示してあるで被害者は自分自分我々である、うん、これ逆でしょ、はい、というふうなことが言われている災難事件というのは本当にまさに日本人にとって当時災難であっ,あっただけではなく今、はい、だに日本人にとって災難な事件として続いている、うん、ということとそれからあのここで絶対に学んでいただかなくちゃいけないことはあの向こうの正規兵っていうのは、はい ボートであり、虐殺であり、虐殺、はい、をする人たちであると、うんうん、これはもう歴史的な伝統としてそれがあるんだということは、はい、まあやっぱり理解する必要あると思います。うん、まあ少なくとも僕は起用されたくない。まあね、時代が後になってから、まあ通州事件とかも出てくると思いますけど、うん、あれだってね、通州事件でやったことが南京大虐殺でされたことにね、うん、されたり、だから彼はもう平気ですり替えるんですよね。で嘘も百回は本当になると思ってますから。 だから日本人はそれを見た時は日本人はこんなひどいことをしてたのかってすぐ単純に騙されるんですけどそもそも日本人そんなことしますかということですよね。うん通州事件で起こったことが結局その後チベットにおける大量虐殺国民の4分の1が殺されるという、はい、その事件でその通州事件の拡大版が現実に起こってるわけですよね。はい でももし何年か経ってあのチベットが独立をするようなことになりますと、うんはい、我々はチベット人によってこんなにひどい目に遭わされましたと、はい、いうふうにすり替えられてしまうこと、うん、は十分あると思いますよ。はい、だ要するにそれが彼ら,にと彼らの言葉で言う政治なんですよ、ねうん、だから,そ,こらへんそ,そういうことがその海外で現実に起こっている。 でこの災難事件が起こったことに対してじゃあ日本政府が何をしたのかっいうと何もしてないって、はいう <laughs> 国内の景,あの景気のことばっかり関心がいっててこの事件に対して、えー、まあ甚だ遺憾に思いますって遺憾に思うぐらい誰でもできるっていうことですよ。はいうん ここまでの事件があったらもしこれが欧米諸国であれば、はいうん、おそらくあの大々的なこう空爆を食われないなんなりして徹底してやっつけたと思いますよね、うん、それをしないだから逆にどんどん日本は軽く見られていくという事態を招いていてます、うん、いやこの災難事件のことは私もよく知りませんでしたのできっと今回はこういう時期にこういう事故があったのかと。はい いうことはちょっと覚えておきたいといいうふうに思います。もうちょっと後のねあのシナ、えー、事変の辺りでのそういう話はねこういう話がたくさん出てくるんですけどまあもうその前からあるし蒋介石も普通にこういうことやってたということをねでも蒋介石なんかですね日本で、ね、留学までして勉強して紹介石を助けた日本人もいっぱいいるのになんでこういうことをするんでしょうね。 彼のメンタルが僕ね、わからないんですよ。なんか台湾で行くとね、あの、その後。戦後、台湾がまあ、共産党が逃げてきて、で、それを追い払うために、日本人も協力してるじゃないですか。根本さんとかね、パイダンとか行ってるじゃないですか。だから、その辺、だから、そういう日本人の助けを。なんてで,でしょう、こう受け入れた蒋介石と、こういうことをしてたっていう蒋介石の、人物像が僕の中で一致しないんですけど。 あの要するに天皇といいうう存在があるかないかなでですすや,や,やっぱりそこ来ちゃん権力を取ればあの一切の責任を取る必要がないだから逆に言えばな何でもやっていい、はい、っていうマインドが働くのがこれはで日本ではそうではなくてあの権力を握ったとしても上に権威最高権威がおいでになるのでその最高権威の前で恥ずかしくない行為を取らなければならないという気持ちが常に働きますし、はい、やっぱりあ前回の前回 え大,臣の大蔵大臣の失言問題ということを言いましたけれども失言、はいうん、によって彼は少なくともあの大蔵大臣の職は、はい、その場で失うことになったしうん、うん、で内閣も解散にまで至ってるわけです。はいまあ、そでその後ちょっといかあのまずいことに貴族院議員として復活してるっていう。まあはい 一体本当に責任を取ってみようっていう問題があるあるんですけれども、ただそれでもそれでもとにかく起こったことに関してはちゃんと責任を取るっていうことが日本では常識化してるわけですね。うん、で、それがまああの残念ながらあ大陸半島ではない、はい、権力取ったら一切責任を取る必要がないっていう、うん、だからあのい,いい顔してるでしょ、紹介石さん <laughs> いやー。 俺は責任取らねえよっていう。で <laughs> <laughs> そう思ってみたらこの顔つきわかりやすいですよ。うんまあなんかこう、うん、戦い方のルールが違うんだなということは感じますけどね。け権力のルールが違うん。うんはい。 ということで、今日は災難事件ということでなんかちょっと想像して気持ちが悪くなってしまいましたけれども、まあ、一つの歴史的、ね、事実としてことを知っておくとで、ねはい、でいよいよ次回が、えー、世界恐慌の話になってきてですね、はい、もうだ,だいぶ大東亜戦争が近づいてきたなというふうに感じますけれども次回、金融恐慌大、えー、世界大恐慌です、ねはい、の話をやっていきたいと思います。ありがとうございました。